は犬鳴きトンネルがある場所へ行ってみたいと思います。ここ福岡でもかなり心霊スポットとして有名な場所ですね。昔残酷な焼殺事件なんかも起こって話題となったトンネルがある地区ですが、都市伝説もありまして、この犬鳴きトンネルの近くに犬鳴き村っていうですね、集落があるんですね。その集落一つはダムに沈んでいる場所じゃないかっていうのと、あとトンネルの方のこう道から入った奥にあるんじゃないかっていう説があります。昔はですね、そこに入ったものはもう生きて戻れないとかですね、あとはですね、トンネルの前に白いセダンは迂回してくださいという看板があったり、あと村の入り口にですね、この先日本国憲法は適用しませんという看板があるとか、まだまだ他にもですね、いろんな都市伝説がねあるんですよ。これインターネットで検索するとね出てきます。まあ都市伝説なのでどこまでがね真実かわからないんですが、ここはですね、福岡市内から車で、まあ、1時間くらいで行ける場所です。ただ今旧トンネルはですね閉鎖されててですね、新犬鳴きトンネルのみが通過できます。今日はその辺をですねちょっと偵察に行ってまいりました。電話ボックスまで行きますか。そこ車止められるよ、うん、噂の電話ボックス。そうなんです。結構ね門があってね、いろんなものがある。ただなんか侵入禁止になってるからそうそう、どこでもは入れないんで、その辺はちゃんとわきまえながらね。ですね。なんかこの岩場もすごいね。本当だ、こんなあったんだ。これは気づかなかった。これなん？これすごいですね。なんか ここもなんか門があるよ。採石所じゃない？あ、かな。ほいよ。うん。あ、ほら採石跡って書いてあるし、うん、なんかカーテン石が出るかな。ですね、なんか価値のある、でも車だんだん少なくなってきた。そうです、本当ここはマジでトラック運ちゃんぐらいしか普通の人。あ、なんかある。おお、何あれ。あれ何、上わかる。何あれ、あれ何、何あれ、あれ何、え、ちょっと気になる。採石場あれ何なんだあれ。これ調査しなくていいの？これ行けるか？え、ちょっと待って、どっか行ける道があるんじゃない？帰りちょっと、帰ってみましょうか。あ、なんか行けるぜ。みえさん多分行けます。ちょっとね。これちょっと帰り。あれすごいね。いや、すげえ喜った。本当やね。やば。いや、行けるぜ。はい、新犬鳴きトンネル。はい、これは新犬鳴きトンネルね。これは怖くないやつ。はい、ここ犬鳴きダム、この下に村が埋まってるんでしょ、うん、ただね、見えない見えないです。だからなんかあのタイルとかもなんかこれどこに行くのこれ、え、このドア、このドアは何、やばいところに繋がってそう。これどこに行くっちゃろう、気になるね。あかん草開いたら怖かろうです、ね、あ、見えるやん水こっちから。お、よい。え、この下に犬鳴きダム、へえ、ちょっと渡ってみよう。すごいね、普通に渡れる。うん、でも水がかなり引いた時じゃないと何も見えんね。うん。
ダムはね結構ねあの自殺する、ね、人多いからですね。高いね。これ落ちたら痛いよ。痛い。なんか痛い死に方はしたくないね。うん。そうだよね。あ、なんか橋がここから綺麗に見えるよ。水はこっち側にしかないからね。なんか沈んだなんちゃらって見えないのかな。なんか横に続く階段を見つけてちょっと谷を登ってます。行ってみましょう。これ階段、微妙に階段に思えんくなってきたけど、なんかこれこれねえ、何なんでしょう。でも上まで行けるもんね。なんやろこれ、なんだろう、これ初めての感じ。そうそう、階段でも大丈夫。これか、階段にしてはなんかやる気のない階段やね。そうですね、適当な階段始めた。これ危険な階段やな、これ。これ危なか。何が見えるの一番上。それで大したことなかったら怒るよ。本当やん、階段めっちゃ適当なんですけど。何なん、ここは何これ。あ、でも景色最高。すごい見晴らしがいいよ。やっぱ展望台やん。すごいね。わあ、全くないから。景色はいいよ。景色いいですね。なんか沈んどったもの見えんね、やっぱり。普通のダムだ。本当や。普通のダムです。ダムです。うん。あ、でも綺麗やね。うん。外展望台。まあここが一番、まあ、確かに景色は、ここが旧犬鳴きトンネルに続く道なんですけどね、もう今こんな風に入れなくね、この奥にあるんですよ。犬鳴き村って言われてる、もう一つ噂になってる場所があってですね、その集落もこの上の方にあるらしいんですが、まあここ通れないとね、行けないですからね。